7日に第一子バンジュを出産した元モーニング娘。で、タレントの安田圭が13日、ブログを更新し、長男と共に無事に退院することを報告した。夫の尾崎陽一氏と一緒に、夫婦で長男を抱いた笑顔の写真を掲載。おかげさまで何事もなく無事に退院できることに感謝ですと綴った。長男には、義母が買ってくれたロンパースと母が買ってくれたおくるみを着せ、安田と尾崎氏が二人で選んだという帽子をかぶせ、真っ白ないでたちで自宅へと移動することになった。安田は10日に報道各社に出産を報告。ファックスで、母になれた幸せをかみしめながら、主人と共に、小さな命を大切に大切に育てていきたいと思いますと、母になった決意を表していた。